改札口ホーム新大田駅は東京都世田谷区大田5丁目にある京王電鉄井の頭線の駅である井の頭南管区所属駅番号は陰06相対式ホームに面2線を有する地上駅で京上駅舎を持つホームは掘割内にあり駅の上に環状7号線が通っているためホームの一部は道路下にある改札口は 環状7号線の道路沿いにある。改札口とホームとの間には車椅子対応エスカレーター及びエレベーターが設置されている。トイレは一番線ホームにあり、ユニバーサルデザインの一環として誰でもトイレも設置されている。2020年度の1日平均乗降人員は6537人である。近年の1日平均乗降人員及び乗車人員の推移は 下表の通りである。駅北側に折り返し場代田奏者場があり、当駅始発の路線バスが運行されている。下記の2路線はかつて宿91系統として直通しており、都営、東急ともに共同運行協定を結んでいた。都営の折り返し系統は、宿73系統という別系統であった。当駅と小田急小田原線世田谷代田駅の間には、 東京急行電鉄時代の戦争中から戦後にかけて連絡線が引かれていた。これは空襲により井の頭線の電車がほとんど消失したために急遽打球線から電車を運び込むために用意されたものである。そのため撤去後もしばらくの間は渡り線が放置されていた。ただしその後は宅地造成が進んだためあたり駅付近を含めて痕跡は 特に残っていない。2000年代に、世田谷大大駅付近にわずかに残っていた痕跡も、小田急線の複々線化工事に伴い消滅した。長渕剛の楽曲、東京青春朝焼け物語の最初の歌詞の部分で、当駅のことが歌われている。長渕はデビューし上京して間もない頃、当駅近くのアパートで暮らしていた。ありがとうございます。